のが続いて第2組が行われます。両選手を練習にご紹介いたします。第1レーン西山さん東京学館高校。第2レーン高橋さん船橋法電高校。第3レーン神山さん一律船橋高校。第4レーン稲垣さん東海大浦安高校。第5レーン篠原さん一律船橋高校。6レーンを開けます。第7レーン高野さん西武大千葉高校。第8レーン松下さん東金商業高校。以上7名の出場です。準決勝2組がスタートしました。4レーンは三田垣さん東海大浦安高校南関東4位。そして5レーンは篠原さん一律船橋高校。さあ7秒にフィニッシュです。向かい風 4.8 メートル。北垣さんが篠原さんから1着の速報26秒06東海大浦安高校の北垣さんでした。以上で女子 500m 競走準決勝が終了です。ここで表彰を行います。どうぞ正面スタンド前にご注目ください。男子走り高跳びの表彰です。男子走り高跳び